そうですね、本当にあの前半戦は怪我人もあってで帰ってきてもやっぱうまくいかなくて、で多分スタッフも多分こう試行錯誤でいろいろと試そうっていうのが やってても感じましたし、コミュニケーション取っても感じてましたけど、やっぱこの後半戦でそれをいかに早い段階でこう確立していくか、自分たちはこういうバスケットだとか自分のスタイルはこうだっていうのを確立していかないと、やっぱり今シーズンもクリアしたら CS に出るっていうのが難しくなってくると思うので、そこはチームとしてもそうですし、まあ、僕自身もバイウィーク明けで怪我人が戻ってきて、やっぱ自分のこう役割というかそういうのが少しこう難しくなってきたなっていう段階だったんですけど、やっぱり初心に戻ってというか、やっぱ移籍してしたやっぱり広島を離れた意味とか、そういうのはやっぱりもそういうのを持って移籍したので、まあ、それを忘れてはいけないなっていうので、まあ、渋谷戦ぐらいからもう一度そこに原点に戻ってやってはいるんですけど、やっぱその考えというかマインドをやっぱりブレずに、僕自身は後半戦ずっとやり続けていきたいなと。やっぱりそれが自分のためでもありますけど、チームのために絶対になると確信してます。そこはやり続けたいなと思います。そうですね、やっぱり川崎でこう長年ずっとそういう立場でやっていって、初めて移籍して前年最下位の広島に行って、やっぱ1年目は本当に厳しい結果に終わりましたし、で、まあ、移籍の難しさも経験して、でもやっぱり2年目で、まあ、少しメンバーも変わって加わって、でこう CS に出るための過程というのを着実に踏めていったと思います。でまた今回移籍して1年目でいろいろまた難しさも経験して、でやっぱ CS に向けてやってはいるんですけど、まあ、でもその今のままじゃダメだなっていうのはやっぱり川崎の時と広島の時を経験しているからやっぱ思えることであって、やっぱそれは両2チームでこう CS に出れてるチームというかまで成長して、まあ、川崎は優勝争いになる、そういうチームでやってきたっていうのはもちろん自分の経験でもすごい大きなものですし、その着実ステップの踏み方っていうのはやっぱり間違ってはいないんだなっていうのは自負しているので、やっぱそこをどう伝えるかっていうところで、もちろんスタッフとのコミュニケーションも取ってますし、まあ、ただ選手でのコミュニケーション取れてるかっていうと、まあ、取れてはいるんですけど、やっぱりそこをこうやっぱそれぞれの強みだったりとかそれぞれの弱みだったりもあります。まあ、そこをこうどううまくこう引き出していったらいいのかとか、こう伝え方の難しさだったりとかっていうのがやっぱあるので、まあ、そこはもう本当に焦らずに、いきなりこうすいません、いきなりこう進んでるものをこっちにガンと変えるというのは難しい、こう一個ちょっとずつちょっとずつ変えていけたらなと思って今やってます。いや本当にもう着実にステップ駆け上がってる時だと思います。本当にこの、まあ、やっぱり1年1年が勝負だと思います。日本全体のバスケットを見た時に、もちろんそれはリーグの発展もそうですし、ね、代表選手の活躍もそれが一番大きいというのは代表選手が一番分かってると思う。それはもう昔からずっと言ってたことなので、それを今体現して結果として体現してくれている選手には本当に感謝していますし、これをまた1年1年途切らせず次から次に出てくる選手がそういうそこに入って、その勢いというかその文化というものを感じてもらって、それをチームに持って帰ってっていう、なんかそういういい循環を生み出していってほしいなと思います。ありがとうございます。キンキンだとあんまりちょっと新鮮さがないので、この間も来ましたよ。そう、あちょっとそうです、いい感じの時に、はい、お願いします。ありがとうございました。